なんと家族旅行で大阪に行きます。で今日関空の、飛行機で関空に飛んで、そこからユニバーサルに行く予定です。初めてのユニバーサル、初めてのユニバーサル、私3回目ぐらいかな。2回目、こうちゃん2回目、こうちゃん2回目、って言うと一緒だ。でも私は国内線の飛行機を乗るのが初めて。初めて、うん、今まで新幹線とかで行ってたから初めてなので楽しみです。楽しみです。行きはね飛行機で行く予定なので、それも合わせて楽しいかな。楽しみですか。はい、はい、ということでせーの、レッツゴー。イエーイ。これからどこ行くんですか。飛行機で USJ 行きます。イエーイ、イエーイ。はい、買ったよ、いろいろ買ったよ。お菓子とかご飯とか行きます。入りました、空港の中。こうちゃん、おいで。今から大阪、大阪行きます。大阪に行くの？関空だね。関西空港に飛びます。でもね、ちょっとね、急がないとね、バスに乗らなきゃいけないので、私たちの入り口。やばい。あ、ここだ。はい、こっち、こっち。安全のため決められた場所以外に手荷物を置かないよう。チャールズ・シートベルト。映画見るらしいです。ユニバまでは、レンタカーを借りているので、レンタカーの場所に今から向かいます。今回は8人で旅行なので、でかい車を買いました。なんかロケバスみたいな、ちょっとミニバスみたいなやつ、それでみんなで移動していきます。ということで早速レンタカーの場所に行きます。
席で返金。すごいじゃん。はい、こうちゃん。これからこのバスに乗って、バス？うちの車で。うちの車バスなんですけど、これに乗ってみんなで USJ に行きたいと思います。はい。すごい大きい。いいね。自動でしょ、自動。あ、自動です、自動。どこなの？車内広いね、どこなの？後ろでいいの？後ろでいいの？いいね。寒くないの？それでは映ってる大阪に、あ、それでは USJ に出発。USJ 出てきて道頓堀に来ました。まずご飯みんなで食べて、なんか屋台っていう話もあったけど、なんかご飯屋さんに入れたらご飯屋さんでご飯食べてから、まあそのまま解散してみんな見たいところを見てっていう感じにできたらなって思ってて。いちご大福あるよ。混んでる。30分ぐらいよね。待つ30分なら。待つ。たこ焼きもある。たこ焼きとか、お好み焼き食べてる。待と。30分なら。え、見せてあげる、はるかの。確か、え、たい焼き？どれ？これガンバレールってやつで、炎がここぞという時に踏ん張れる気合が入る。大人1回につき2錠、子供1回につき1錠で、服用しすぎると空回りします。ここぞという時に使用してください。叫びたくなるとの併用は変人扱いされます。私は靴下を買いました。こうちゃん靴下見せて。ゆりは？ゆり何買ったの？はい、ポテチ。今日の夜帰ったら食べるよ。あとこれも買ってた。あれ違う。あと見て、こうちゃんに選んでみた。どう？ちいかわ好きだから。かわいい。ちいかわとたこ焼き。そうそう、かわいいなと思って組み合わせて。かわいくない？あ、いい。たこ焼きで。おー、いいね、いいね。かわいいと思って。足のサイズわからないけど、ミスがなかったから。ありがとうございます。ありがとうございます。食べたい。いっぱい食べたい。お腹すいた。結構食べれる。たこ焼きと、え、もちチーズ明太子のお好み焼き超美味しそう。お好み焼き2つ、たこ焼き1つ、うん、マヨネーズピザ。ということで、大阪1日目、お疲れ様でした。乾杯。よし、食べるぞ。粉粉粉って食べる、ね。何頼みましたか？シーフードミックスのお好み焼き。明太子、チーズ明太、明太焼きじゃない、お好み焼き。たこ焼きのなんかこう何種盛りみたいな。うん、3種盛り、はい、3種盛り、あときゅうり、イカ、イカゲソ、シーザーサラダ。あ、違います、もう一個ある、串カツ。串カツもなんとか盛りで食べました。いっぱい食べていきたいと思います。
の、いただきます。いただきます。イカが先に来たね。なんかお好み焼きとたこ焼きは時間がかかるって言ってた。30分ぐらい。熱い。おいしい。おいしい。おいしそう。ないんじゃないんじゃないんだっけ。梅とおろしかなとネギ。ネギ塩レモンじゃない。これなんか、なんだろうこれ、梅かな。食べてみようかな。でもしそ、しそ、うん、すごいね、私たち変わり種いく。いただきます。うん、梅だ。うん、った初めて食べたかも、梅のたこ焼き。切る？じゃあ切っていい？切っちゃうよ。いいよ。すごい明太子が山盛り。めっちゃ美味しそう。見て、もちどうですか。見て、もちチーズ。美味しそう。めっちゃ溶けてる。私はね、シーフードの方から先に食べる。ここ入ってる。うん、いただきます。おいしい。めっちゃおいしい。なんか重くない。これさ、本場ってことだよね。絶対チーズ伸びるよ。チーズいっぱい入ってる。おいしい。おいしい。ご飯食べ終わりました。で、恵比寿橋の周りを歩いてグリコの看板の方に向かいます。グリコの看板を見たいっていうので。で、寒い。あ、ここあれじゃない？びっくりした。ここだね、この川だ、この川。え、見て、すごいよ。この川だ。すごい。ここを、向こうぐるって回ると、多分グリコの看板がある。かな？見て、こっち側見せてあげたら。ほら、すごい。なんかニュースとかで見るところじゃない？すごい。船乗ってるよ。船乗ってる。めっちゃ満員。めっちゃ満員。寒い。なんか今日昼間は3度だったの。大阪気温って調べたら。でもなんかさ、寒さ違う。冷たいよ。寒い寒い。気をつけてね、気をつけてね。気をつけて。
おばあちゃんとかこうちゃんとかみんなホテルに戻りました。私たちはそのまま残って3人で、はるかとねゆりと3人でもうちょっとこの辺散策してからホテルに戻ります。別行動です。なので今の現在時刻何時だ。あ、この T シャツ持ってるよね。なんか最新バージョン買う？大阪って入ってる。今何時？8時半ぐらい。8時半だ。現在の時刻が8時半。なんかさ、靴下とかさ、T シャツとかも可愛いの。しかもめっちゃある。ね、見てみよう。到着しました。今日は ANA のホテルに泊まりたいと思います。イエーイ。かった。可愛いの。キアネン T シャツ。可愛い。大きいのを買ったからダボってきます。袋も可愛いよ。可愛い。レバー引いてか楽しい。強そう。で、打てばいいんだよね。そう。打つよ。打つよ。いいよ。ブレイズ？何がいいかな。結構動かないね。え、落ちた。おお。落ちた。すごい。じゃあ、あれ、チョコアンパン。ガムゲット。懐かしいガム、ね、これ食べてた。懐かしくない？これはたこ焼きの100円引き。なんかどっか近くじゃない、ね、でした。食べる楽しかったね。楽しかった。意外と難しかった、うん、そんなに弾くと思わなかったから結構難、これぐらい軽くないと当たんない。それが難しいんだけど、初めてやった射的楽しかったね。玉持って帰ってきます。マリアさん返してきてください。まさかの射的の持って帰ってきた。いちご飴といちご大福買いました。これはゆいで、こっち私食べる。もうちょっと離れて、ちょっともうちょっと離れて。いただきます。うまっ。てかずっと食べたかった。いちご食べちゃう。うん。クレープ頼みました。いちごホイップ食べてみて。食べます。おいしい。汚い。口閉じて食べて。おいしい。行くよ。食べる？あ、飴が分厚い。うん。あ、落ちる。飴が分厚いんだ。またうまっ。イチゴも甘い。むっかぶわくね。うん、うん、おっきいイチゴだね、うん、どうする？深夜ラーメン食べる？ラーメン食べたい。なんかさ、有名なラーメン屋さんでさ、めっちゃ並んでたじゃん。金牛かな。食べちゃう？読むことわかんないけど、まだ夜中じゃないから大丈夫。大丈夫大丈夫。
州味噌でもラーメン。ラーメン。キリは？ラーメン。分かんないけど、なんか金龍ラーメンみたいな。金龍って読むのか、なんて読むんだろう。なんかさ、メインのさ通りの方はさ、すごい人でめっちゃ待ってたの、外で食べるし。キムチ、ニラキムチ。だけどこっちの店舗調べたらこっちにもあるから早い方がいいかなと思ってこっちにしたよね。そう、すぐ入れたね。3分ぐらい、5分ぐらい。ということでラーメンを食べて、はい、ホテルに帰りましょう。最高。金龍ラーメンになってた。読み方。で、道頓堀を中心とした南エリアに展開しており、派手な外装とともに。大阪南を代表するラーメンチェーンとして知られる。よかったね、大阪ラーメンじゃん。確かに派手で上見て龍いるなんか大阪名物書いてある。あ、そうなんだ。よかった、食べれてね。全然余裕で食べれちゃうんだけど怖い。絶対朝とか食べてないからだよ、もう昼も歩いてるしね、しかも運動してる。めっちゃ歩いた。何歩歩いてんだろう。ちなみに今日は17,456歩。おお、結構歩いてる。移動距離が半端じゃないからね、今日。14.4キロ歩いてます。いいね。でも全然足痛くない。大丈夫そう。待ってます。なんかニラキムチが有名らしいよ。なんかラーメンに入れたりしてる人もいた。味変？味変かな。ご飯もなんか、ね、そう。おかわり分量ご飯。ライス食べれます。ニラキムチご飯でやってくれる。うん。味変もしたいね。すごい美味しそう。で麺細いほら。これニラとニラキムチと普通のキムチとご飯とラーメンの汁。本当。うまい。めっちゃ美味しい。めっちゃうまいこれ。めっちゃ美味しい。これ食べきれるかな。今ラーメンを食べてきました。美味しかった。ね、美味しかった。あのね、お腹はね、いっぱい。普通にね、満足です。大阪楽しめました。ということで、無事に大阪デイ1が終わりました。ということで、最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンとコメントもお願いします。お願いします。それでは、また見てください。